電報の配達。親父の家は田舎で郵便局長をやっていた。なので中学生の頃は夜中に電報の配達とかしょっちゅう行かされていたわけだ。その日も午前0時ちょっと前に叩き起こされて、隣の部落の家までチャリで電報を届けに行った。未舗装の渓谷沿いの道を必死に走っていると。 先の方の崖っぷちに女性が川を見つめながら立っていた。崖から下の河原まで20メートルくらい高さがあるから危ないなあ、大丈夫かなと思ったそうだ。通過するときにちらりと見てみると袖のない真っ白な服を着た髪の長い女性で美人な感じだったらしい。 電報の配達は一刻を争うので、そのまま声をかけず、配達先に向かった。届け終わってまた、同じ道を戻ってくるときには、もう、その女性はいなかったそうだ。翌朝、昨夜届けた電報が、配達先のご主人が出張先で、休止したことを知らせる電報だったと、母親から聞いた。 それからしばらくして、また夜中に、連邦を届けに行った。今度は、南の方の、二つ先の部落で、片道三十分はかかる。親父は、憂鬱になりながら、渓谷沿いの道を走った。ふと、先の方に、女性が立っているのが見えた。いつかの夜中に見た女性を思い出しながら近づいていくと、 やっぱりその女性は長い髪の美人で皮をじっと見つめていた。通過するときにやはり気になってちらりと見ると着ている服は袖のない服だったが少しだけ灰色がかって見えたそうだ。そのときも帰り道ではその女性はすでにいなかった。翌朝 届けた電報は、やはり、人の急死を伝えるものだったと知った。同じようなことが二度重なって、親父は怖くなったそうだ。そんな矢先、三日もしないうちに、また電報を届けることになった。今度は早朝の、明るくなりかけの時だった。また、あの女性に会うんじゃないか 不安に思いながら、親父は、警告沿いを走った。しかし、女性はいない。安心して、すっかり、辺りが明るくなった道を戻ってくるとき、やっぱり、女性が立っているのが見えた。相変わらず、川を向いているのは一緒だが、今度は、黒に近い服を着ていた。親父は怖くなって、 チャリを必死に漕いで、一気に通過しようとした。女性の脇を通る瞬間、やはり気になって、横目で見てしまった。と、女性は、親父の方を向いていて、うつろな表情と目が合ってしまった。その顔は、何とも言えない、生きている人とは思えない顔だったらしい。それから親父は、 配達が怖くなって、しばらく弟に代わってもらったらしい。渓谷沿いの道は一本しかなく、別な道を通るわけにはいかなかったそうだ。幸いなことに弟は、そんな女性は見ずに済んだそうだ。懐かしそうに、一通り話し終わった後、親父はこう付け加えた。不思議に思うんだよ。 街灯もない真っ暗な道でなんであんなにはっきりと見えたんだろうって。それに最初はさ、青白いっていうほどの服の色だったんだ。よく覚えてはいないけど、手も白かったような気がする。同じ人かどうかは断言できないけど、目が合った時の顔、今でも忘れることはできないし。その時の顔は、 土毛色っていうのか、濁った肌色だったんだ。これ、周りが明るかったせいかな。湯船から。あれはまだ、私がその小さな会社に入ったばかりの頃の出来事でした。従業員は全部で十人くらいの家庭的な雰囲気のなかなかいい会社でした。 ある日、慰安旅行で温泉に行きました。平日にわざわざ会社を休んで来た会があって、我々の他には通勤しか泊まり客がいないので、まるで貸し切りのようです。お決まりの宴会も終わって、旅館のバーで先輩たちと飲んでいましたが、当時若かった私は飲みすぎたためか眠くなってしまい、 すいません。僕、先に休ませてもらいます。そう言って、席を立ちました。まだ早いよ。もう少し付き合えよ。もっと飲んでけよ。そんな声を無視して、部屋に戻りました。布団は敷いてありましたが、誰もいません。しかし、睡魔には勝てずに、眠ってしまいました。 しばらくして目を覚ますと、夜中の2時頃でした。何人か寝ていましたが、まだ出かけている人もいるらしく、空き布団もいくつかあります。また寝ようとしましたが、目が冴えて眠れません。どうしようか、そうだ、風呂に行こう、と思いました。タオルを手にして、旅館の明るい廊下を歩いて行きました。 旅館の人に会ったので、尋ねました。まだ、お風呂って空いてますよね。はい。24時間空いております。再び廊下を進んで、風呂場に着きました。脱衣所で、浴衣を脱いで、タオルを持って、湯船の方の扉を開けました。誰もいないことを期待していましたが、手前に並んでいる、 シャワーと蛇口のある場所に、太ったおじさんがひげを剃っていました。軽くえしゃくをして少し離れた、入り口のすぐそばのところで体を洗ってから、風呂に入りました。他には誰もいないので、のびのびと使っていました。シャンプーもしようと、湯船から上がりました。シャワーのところまで行って、 椅子に腰掛けたとき、なぎげなくおじさんを見ると、まだひげを剃っている。ずいぶんと丁寧だな。そう思って視線をおじさんの目の前の鏡に映すと、その中に妙なものが見えました。湯船の端に黒いものがある。後ろを振り向いても湯船には何もありません。 また鏡を見ると、湯船から両手が這うように出ている。黒いのは頭のようです。顔は見えません。慌てて湯船を見ても誰もいません。鏡を覗くと、右手を前に出して体をズズズッと引きずる。次に左手を前にして、 またずずずと体を引きずり、少しずつおじさんに近づいていきます。湯船を見ても何もありません。その上、鏡の中のそれは、右手に何かを握っています。カミソリです。ちょうど床屋さんで使うような。それを手に握って、ずるずるとおじさんににじり寄ります。 しかし、おじさんには見えていないのか、平気で髭を剃り続けています。湯船を見ても誰もいません。無我夢中で立ち上がり、脱衣所に戻り、扉を思いっきり閉めました。まもなく、おじさんの悲鳴が聞こえるはず。急いで逃げよう。心の声が叫ぶ。 温まっているはずの体には鳥肌が立っています。しかし、何の音もしない。早く逃げなくては、危ないぞ、大変だぞ。しかし、静寂なぜか扉を開けてみたい。そんな誘惑がしました。走って逃げろ。心の声がします。手が扉にかかっています。 そして手に力が入って、がらりと音を立てて開けました。誰もいません。おじさんも、得体の知れないあの物体も、今度こそ浴衣を必死に羽織って自分の部屋に戻りました。その後、その会社は辞めて、現在は違う仕事をしています。結婚し、妻から、 温泉にでも行きましょうよと言われても、その時はいいよと答えても、なんだかんだ理由をつけて、絶対にどこの温泉にも行きません。アパートの窓から。俺が大学生の頃、四つ屋の近くで一人暮らしをしていた時のこと、その日、 なんとなくだるかった俺は、大学を一時間目で切り上げて、家に帰って早く寝ようと、まったり自転車で帰っていた。その時俺は、安い貧乏アパートみたいなのに住んでいたんだけど、初めて見た時から空気がよどんでいるというか、天気のいい日でも薄暗い。そこだけ違う空間みたいなアパート、そう思った。でも、 親からの仕送りもない貧乏学生だった俺は贅沢も言えないので家賃の安いそこに住んでいた。で、ちょっと熱っぽさもあったものの途中コンビニで昼飯を買って家に帰って寝っ転がっていた。その日もいつもの通り部屋が薄暗く隣にビルがあるわけでもないのに日光があまり入ってこないような全体的に どんよりとした部屋で、座布団を枕にしてぼーっとしていたら、ピンポーンと、俺の部屋のチャイムが鳴った。どうせ勧誘とかセールスとかだろう。そう思った俺は、出るのもめんどくさいので、イルスを使った。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン。まるで、 俺が家にいるのを知っているかのようになり続けた。大屋さんかな、と思った俺は、ドアのレンズから外を見てみた。しかし、誰もいない。やっと諦めて帰ったか。そう思って、再び寝っ転がっていたら、今度は電話が。トゥルル、トゥルル、トゥルル。 電話はすぐ近くにあったので出た。はい、もしもししかし相手は無言だったのですぐ切った。なんだよ、いたずらかよ。でもその時はさっきのチャイムのこともあってなんとなく薄気味悪かった。もう何があっても出ないからな。と思った俺は薄い毛布をかぶって寝ることにした。 俺が住んでいたアパートの前は、車もあまり通らない静かな道で、テレビも何もつけないと、部屋の中はシーンとしていた。チッ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 ,チッと、時計の音が聞こえるくらいだった。けれど、その日はなぜか、いつも聞こえるはずの時計の音がしない。全くの無音状態で、隣の部屋の、 テレビの音も何も聞こえない。今この時間に、このアパートには俺しかいないような。なんだか少し怖くなってきた時だった。コンコン、コンコン。今度は、俺の部屋の窓ガラスを誰かが叩く音がした。さっきの勧誘の人に、俺が部屋にいるのがバレたのかな。そう思って、 窓の方を見ようとしたとき、ふと気がついた。あれ俺の部屋って2階じゃん。そのことに気がついたら、一気に全身の鳥肌が立った。そのアパートには窓に小さなベランダがあるものの、人がよじ登ってそこに入ることは考えられない。でも確かに、ベランダに誰かいる。絶対にいる。 コンコン、コンコン、誰かがずっと、俺の部屋の窓を叩いている。もう俺は怖くて怖くて、勘弁してくださいって感じで、そのまま寝てるふりをして、毛布にくるまって固まっていた。でも俺は、もっと重大なことに気がついた。あ、窓の鍵、開けっぱなしだ。 俺はいつも家にいるときは窓を開けて部屋の空気を入れ替えて、その後窓の鍵は夜寝る前になってから閉める、ということをしていた。ガラガラガラ。誰かが窓を開けて部屋に入ってきた。俺は窓を背にしてただひたすら寝てるふりをしていた。というかもうそうするしかなかった。 絶対に振り向いてはいけない気がしたから。ミミシ、ミシ、ミシ、とその誰かが俺の方にゆっくりと歩いてくる。そしてゆっくりと俺をまたいで行った。その時俺は怖いながらも少し目を開けてしまった。目の前には見開いた。 大きな目玉が二つ、こっちを見ていた。そこで俺は気を失ってしまった。夜になって目が覚めたとき、部屋の窓は開きっぱなしになっていた。気絶する直前に見てしまった。あの目玉のことを再び思い出したら、俺は全身の震えが止まらなくなって、急いで友達の家に行った。 その後、その友達の家に一週間くらい泊まらせてもらって、もっと人通りの多い道のマンションに引っ越したよ。あの時、あのことは今でも何なのかわからないけれど、なるべく思い出さないようにしている。午後からのあなたの運勢を占う。午後からじゃんけんタイム。 それでは、皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうかじゃーんけーん、ぽん。私は、グーを出しました。ですので、パーを出したあなた。いいですね。え、何が、うん、いろいろと、という感じですね。<laughs> さーて、昨日さ昨日、昨日と昨日、昨日と昨日って言うの言い方だけど、暑くなかった めちゃくちゃ暑くて寝てても汗ばっかで出てくるし、私あの昨日少しエアコンつけちゃいましたよ。冷房を。暑くて暑くて昨日。これやめてほしいね。この寒くなった時に急に暑くなるような。10月はね、まだどっちつかずの天気なんでしょうけどね。そんな10月ももう終わりですからね。もうちょっと、勘弁してよって感じですよね。これね。皆さんもね、あの、この、寒暖差で。 体調ね、崩されませんようにね。さて、今日のラッキーアイテムでございますね。ラッキーアイテム、ラッキーアイテムはですね、コーンスープでございます。コーンスープ、なぜか。まあ分かってますよね、飲みたいからですね。あの、喉がね、悪くなって、あったかいお茶を飲み、紅茶を飲み、コーヒーを飲み、そのお茶もね、緑茶や玄米や、ほうじや、いろんなお茶を飲んできました。で、どんどんね、 なんか、体勢ができてしまうのか、体がね、受け付けなくなってくるんですよ。常に飲んでる状態なんで、そんな時ね、やっぱり温かいもの飲まなきゃ飲んで悪いんですけど、何かね、変わったもの、としてね、コーンスープはいいんじゃないかなと思って、え、おります。<laughs> ということで、コーンスープでございます。さあ、皆さん、今日は金曜日でございます。フライデーですよね。まあ、結局あのフライデーっていうと、夕飯はアジフライとかね、 になななるんじゃいいいかなと思まますけけどど、まあ、フライデー今日ももね体調さっきも言いましたけど無理しないようにね、まあ、平日の最後ですからね、金曜日はね、まあ、土日もお仕事の方もいらっしゃいますから、なんとも言えませんけど、これはね、でまあ、世間は金曜日、花金ですからね、無理をしないようにね、ということと,いうこと,と、あとね、10月31日が近づいておりますね。 ハロウィンですね。皆さん渋谷に行かないようにね。あの、なんか今回渋谷で、渋谷に来るなっていうなんかアナウンスをしてるみたいですね。ハロウィン目的というよりももう渋谷に来ないでくれと、10月31日は。ねえ、僕行ったことないんですけどもちろん。あの、昔、軽トレひっくり返したりしましたもんね、みんなでね。みんなでってかみんなでって僕らじゃないよ。あの、集まったね、ワコーたちが。 ね、なぜか、軽トラひっくり返したりとかね、結構あの、痴漢とかもあるみたいですね。だって、際どいファッションしているわけでしょあの、コスプレして。痴漢とかも多いみたいですから。ただ、あの、あの渋谷で、渋谷のあの、道路といいますかね、ハチ公さんたちの前で。特に、イベントやってるわけじゃないんですよね。ただ単に集まってきて、るだけですよね。 練り歩くの、練り歩くんでしょうかあれは、百鬼夜行みたいなもんですかね <laughs> あの <laughs>、なんでね、ーが行かないようにね。え <laughs> ということで、おはなるこんでした。またね。